答えてるが、でも熱の上がり方が尋常じゃない。どんどん熱くなってるんだ。この子の名はシアーナ、妹だ。落葉の砦で手を貸せる人は？俺たちは難民だ。期待はしていない。ここには医者が一人しかいないんだ。彼は気難しい。心に影があるんだよ。心に影があるって？名前はガリーブ。頭はすごくいいけれど、人に対して無関心なんだ。きっと荒れ地に心を蝕まれたんだろう。ずっとああだったのかもな。どっちみち助けてはくれないよ。それはどうだろうな。そいつはどこに？聞いた話じゃ紋章の門で戦いがあったみたいで、手当てをしているらしい。我が身に同情して過ごすつもりだったが、お前はよそ者だろう。面白いことになりそうだ。難民集落から来た。病気の娘の兄からお前のことを。引き受けないぞ。何？ダメだ。薬は無駄にできないし、治療をする時間ももったいない。道具もだいぶ手薄になってきたしな。包帯用に使っている汚れた布並みに薄くなってきた。なぜ助けないんだ？こう考えてくれたまえ。私が手に入れられる数少ない品物は密輸品で、しかも高価だ。ベヒーモスの分け前は軍に行く。もちろん城塞からの要求もある。ヘリスのハヤブサはいつもひどい怪我をしてくるからな。残りは貴族のためのもの。彼らはたっぷり報酬をくれるだろう。だったらこう考えてみろ。少女が病気なんだ。まるで私たち二人は思想の袋小路にはまったようなものだと思わないかね。お前はひどいやつだな。善人を治す薬はないが、この仕事を通して善人に対する免疫はできた。だがまあ、たった一人の少女に強い思い入れがあるというのならば、取引をしてやってもいいぞ。慈善だよ。サンダー城の心臓と交換だ。それは慈善じゃないだろう。だが取引ではあるだろう。貸し借りなしだ、今はな。その部品はそう簡単に手に入るものじゃない。運の良いことにサンダー城が信託の渓谷にいる。ここから北西だ。間違いない。よくその犠牲者を治療しろと言われるからな。ほとんどが逃亡者だが、お前のために行くわけじゃない。別にやらなくてもいいんだぞ。だが急がねば砦に戻るぞ。
部品を持ってきたぞ。約束だ。お前は少女、治療しろ。約束は守る。だがしかし、たとえ生き延びたとして、この子にどんな未来が待っている？未来が全くないよりはいいだろう。素晴らしい言葉だな。さあさ、善は急げだ。優しさは長続きしないからな。君は戻ったのか？妹さんに会わせたい人が。どうやって？どうしてこんな僕らに？いや、待て、聞かない方がいいな。影が通り過ぎて消えるとまずいし。賢いやつだ。妹はちゃんと治療を受けるだよな。私の邪魔をする者がいなくなればだが。
んな機械見たのは生まれて初めてだ。ふっ、こんな大胆な狩人どもな。やるよ。貯蔵庫にあったんだがな、あんたにあげて文句を言うやつはいないだろうさ。あんたが光の中を歩めますように。特に地面の下にいるやつと戦うときは。